そろそろ赤嶺さんのお友達が到着すると思うんだけど。レンチにシズ先輩久しぶりだな。ところでこの物質にあと2人出現するわけ？部屋壊れるわよ、バーンって。ああ、確かに。新しい物質を探すという選択肢もあるのでは。もう切り替わりが自然ですね。なかなかにぎっしりだからな。手を伸ばせば誰かに当たるぞ。こんな感じで、おっと、ポヨンハプニング。ちょっと、私の胸をあえて狙いませんでした？誤解だ、よしたまえ。だいたい、そのブツが。まあ、こうやって誰かが暴れると、こんな感じで避難するたびに誰かにひっつくからね。夏場は暑いかな私は賑やかで好きですよ。この部屋でキョロキョロするだけで、どこかしらで創作意欲が湧く事象が発生してるし、このままでいいよ。工夫すればあと2人全然入れるし。私がぐんちゃんの膝に座るみたいに誰かに座るとかね。ここまで来たのだから同じ物質で行動していいと思うわ。この前はおんぶしたが、こうして抱き上げてスペースを作るのもありだ。まあ、お姫様抱っこだ、嬉しい。こくり。じっと見ているが、あんずもしてほしいのか。ほら。私もこのままでいいな。話す相手がいっぱいいるし、強い人たちに囲まれてる安心感があるよ。まあ、みんなが言うならいいけどね。いつきもそれでいい？はい、大丈夫です。あ、この気配来たみたいですよ。この光、増援到着ね。ビビッときましたわ。間違いなくこの人が私の先祖。わあ、綺麗な人だね。気品が漂ってるね。レンチー。おお、赤嶺が駆け寄ってるぞ。仲良しなんだね。ユーナ、元気にしていたようね。うん。みんな、私は弥勒レンゲ。このユーナとはライバルよ。状況はこちらの巫女を通じて大体聞いているわ。中立心とやらの試練、不安かもしれないけど安心していい。弥勒が味方する限り勝利は確実だから。さすがですわ。これは何やら濃いのが来たわよ。ふ、見た感じから受ける性格とはちょっとイメージ違うわね。でも弥勒さんの先祖って感じがしますね。あなたは弥勒の子孫ね。気品でわかるわ。はい、弥勒由美子ですわ。私のブロマイドをあげるわ。サインありでね。しかもサインの色は金。ありがとうございます。あの、弥勒レンゲさんってアイドルなんですか？サインって。弥勒は弥勒であってアイドルではないわ。いい質問をしたあなたにはこのブロマイドを。もちろんサイン付きよ。おおほほ、ありがとうございます。いいなあ、ミノさん。あなたにもあげるわ。家宝にして。乃木の家宝にします。ふん、乃木家の人だったのね。ところでライバルって言ってたけど、私とレンチは好敵手と書いて友なんだよね。あの、もう一人おられるのですが。みんなに弥勒とユーナの仲間を紹介するわ。彼女はシズさん。
どうもうちの正体はしずさんですってそれじゃあ謎のままやないかい。うちは桐生しずか、巫女やってるで、中3や、よろしゅ。あ、関西の系譜なのかな。この言葉遣いはノリやで、深く考えんでええで。しずかって名前の中で一番静かじゃない静かかもしれん。もしかしてお笑いが好きな人なんですか。私もハマってるんですけど。おお、お笑い大好きや。早速うちと君でコンビ組もうか。巫女がもう一人欲しいと思っていたところです。大歓迎ですよ。上里さん、写真は見せてもらってましたけども、いや実際は超べっぴんさんや。信じられないぐらい綺麗やね。ありがとうございます。赤峰、友達は全員揃った。はい、これでゾーズ中学組は全員集合です。それじゃあ自己紹介していきましょう。以上、国道あやでした。よろしくお願いします。いきなり全員覚えるのは大変だと思うけど、少しずつ。魅力に気遣いは無用よ。全員覚えたわ。結城優奈。あ、すごい。赤名とロックは任務上、名前と顔はパッと覚えないとあかんからな。もちろんうちも同じで覚えたで。例えばそこの美少女さんの名前やけど。タマのことか。タマチ先輩は美少女だよ。島袋花子さんやね。全然違う。冗談冗談、土井タマ子さんやね。なんだジョークか。挨拶代わりに1タマポイントを授けるぞ。警報、敵襲です。いきなりですみませんが、ご先祖様出陣ですわ。望むところ、撃破数で勝負よ。言うな。いいよレンチ。やっぱりこの感覚がいいね。はじめが肝心やで。いてこましたれ。レンチ、これ見て。これせーの。絵になっているじゃない。それが勇者の衣装というやつね。魅力も同じ力が宿っているわけね。把握では言うな。魅力の変身を見ていなさい。うん。じーはっ。ですか、その武器は。ただの絵。はっ。なるほど、これが魅力の。エネルギーの刃が出現した。人気映画の武器みたいね。精霊の力を刃として出力する。精霊刀と呼ぶといいわ。レンチの勇者服かっこいい。ユーナの腕についている武器もいいわね。さすが魅力のライバル。敵、急速に接近。あれが人類の敵を模したものね。どうレンチ、いきなりすごい光景だと思うけど戦えそうかな。魅力を見くびらないでユーナ。戦う相手が違うだけだわ。あなたも赤峰と同じく対人に特化したお役目をしていたのね。そっか、星屑とか見るの初めてなんだ。無理せずに。はあ、はあ、さすが魅力の偉大な先祖。臆することなく切り込んでいきましたわ。まあレンチは突撃する人だよ。確実に遺伝しているわね。
シッター起こしてほしいぐらいだけどな。大丈夫かあれ。魅力に対して図が高いわ怪物。はあ？強い。なんだか立ち筋が若葉さんに似ている。変身していない状態でも強いなあれは。やることきっちりやるタイプですな。ふん、ざっとこんなものね。さすがレンチ、あっという間に環境に合わせて調整したね。よし、私たちも続くぞ。新人に遅れを取るな。まだ敵が来ます。はっ、せい。ユーナ、今の攻防で何体倒した？6体かな。何？この魅力の上を行くとは。ユーナ、負けていられないわ。初めてなんだから当たり前だと思うけどな。なるほど、ライバルか。赤峰の方はあまり気にしていないようだが。あれだね、カリン、芽吹と似た関係かな。まあこっちの二人はもっと意識してるけど。意識ってどういうことかしら。ってもういない。いじったらすぐ逃げる。芽吹に対しての対策がバッチリできてる。樹海が解けるね。みんなお疲れ様。どうやった二人とも、勇者たちと足並み合わせられた？ふっ、魅力として当然よ。しずさん、助っ人としてやっていけそうだね。何よりやね。ああ、この魅力って子は敬語使わんタイプやで。うちはゲームに勝ってなんとかさせとるけどな。びっくりするかもしれんが多めに見立ってや。まあ敬語使わないやつは身内にもいるからそこは大丈夫よ。でも誰にでもその口調だと大社に睨まれない？大社であろうと誰であろうと魅力に指示することはできないのよ。役目をこなしているのも同意をしているから。魅力は魅力が思うことをなすの。なんかすごい扱いにくいイメージかもしれないけど、普通にやることはやってくれるよ。勇者部は時々ボランティアで困ってる人を助けたりしてるけど、そういうのも手伝える？力を必要とする者に手を差し伸べる、それはもはや魅力としての義務と考えるわ。それよりユーナ、腕のところを怪我しているわ。ああ、かすり傷だよ。レンチたちが来てちょっとはしゃぎすぎたかな。甘いわねユーナ、保健室に行くわよ。大丈夫だってレンチ。勘違いしないでよ、ユーナは魅力のライバル。常にベストでいてもらわないと張り合いがないわ。だいたいわかった。ああいう子やで。言動は飛んでるけど行動はしっかりしとる。うん、早くもっと仲良くなりたいな。ってことは歓迎会です。歓迎会やりましょう。大賛成。レンゲさん、あなたの歓迎会なんだから休んでいても。魅力という人間を知るには料理は欠かせない。それにしてもなんて見事な腕前。どこで習ったのですか？食は自分の体に入れるものよ。おのずとこだわったわ。あとはユーナとの出会いね。魅力のライバルとしてベストな体調でいてもらうために。赤峰の料理を全部作ってるわけ？すごい面倒見いいのね。魅力はユーナとしずさんたちのリーダーでもあるからね。ちょっと胡椒取ってもらえる？胡椒？いいわ。確かに行動はちゃんとした子だわ。厨房のみんなは実感している頃かもしれへんな。何がですか、静香さん。ロックのことや、融通聞かないようで、実はわりかし真っ当な人間なんやで。真っ当な基準が難しいけど、
むしろ赤名の方が取説長いんちゃうか。静香さん、誰が赤峰優奈か分かりますか。これは難問ですよ。外すかもしれないね。これは美味しいフリやん。そうやな、まあ、も真ん中ちゃうか。正解は、あったり。さすがしず先輩。よっしゃー、ほのぼのしているな、しずか。お前からも海の香りがする。ほのぼのがええんや、ほのぼのが。楽しさ重点で生きてこうや。とっても素敵な考えだと思います。これは樹海化警報か。なかなか空気が読めない時に来るわね。面白い。敵襲の頻度が上がってるってことかしら。歓迎会の準備をしているのに。ふっ、無粋なやつね。時間が止まるとはいえ、火はしっかり止めて、指差し確認して出陣よ。はい。